ねえ、ピーチ姫ちゃん、ご機嫌いかが？今日はいい返事が聞けるかな？ねえ。ピーチ姫ちゃん、早くこんな冷たい牢に入ってないで、クッパちゃんのお嫁ちゃんになってちょうだい。はい、王様。お大王様、怪しい船が島に近づいてきます。どんな船であろうと叩き潰してしまえ。ああ。よし、行くぞそれクパだよ、出てこい、ピーチ姫を迎えに来た。こしゃくな、ピーチ姫は渡せん。家族手ばり。お願い、乱暴はよして、話せばわかるんだから。激しい戦いが続きましたが、とうとうクッパ大王をやっつけることができました。鬼たちはスーパーマリオに降参して、二度と悪いことをしないと誓いました。そして人々から取り上げた宝物をみんな返しました。助けてくれてありがとう。いや、こうしてマリオはお供の三人とピーチ姫を連れ、人々に返す宝物をいっぱいに積み込んで、おじいさんとおばあさんのもとへと帰っていきました。